し旬のお野菜も置いています。このナイスタイムマーケットを通じてぜひ自然栽培の農家さんを一緒に応援する畑の応援隊になってこのライブを楽しんでいってほしいと思います。よろしくお願いします。 This one song called レンコンソング。ここへ寄ってらっしゃい見てらっしゃい。信州は松代みなかみ野菜の種松の語り売り。さあどうぞ毎夜ご覧になって、感じて野菜がつなぐ声。食べてくれたあなたのもとで続くよ物語はその先へ。始まり始まりは江戸時代から続くレンコンの物語。今じゃ幻と歌われるほどにつなぐのわたった三人。レンコン、わたうちレンコン、長野じゃ唯一ここだけのレンコン。わたうちレンコン、出会うきっかけはバドミントン。レンコン、わたうちレンコン、長野じゃ唯一ここだけのレンコン。わたうちレンコン、続くつながれどこまでも。間違っちゃいましたけど、レンコンソングでした。みんなありがとう。はい、こんにちは。長野インターネット放送局といいます。こんにちは。こんにちは。今、長野県は松代町に来ております。そこの、今日、イベントをやっています八百屋さんです。そうですね、さんですね、はい、に来ております。そこの店主をされてる方に来ていただいております。すいません、自己紹介お願いします。はい、野菜の金松の小山信也と申します。通称信也です。信也、はい、信也です。今日はどんなようなこうイベントがあったんでしょうか。昨年12月から、はい、金松今までお店を店舗開けてなかったんですけど、はいはいはい、あの店舗を開いて地域の方たちにも来ていただいたり、自分たちがどういうことをしてるか知ってもらおうということでお店を開き始めて、はい、でその店舗とは別で毎月1回、はい、ナイスタイムマーケットっていう販売イベントを、ナイスタイムナイスタイムマーケット、マーケット、はいはいはい、でそれは音楽も、野菜だけでなくて、はいはい、音楽もそこに加えて野菜のことを伝えていこうっていう、まあ、イベントです。歌とかレゲエが好きなんですよね。レゲエ大好きです。今もやってもらいましたけど、はい、もう何年ぐらい前から大好きなんですか。レゲエと出会ったのはもう20年前ぐらいになるんですからね。はい、日頃からやっぱり作曲というか作詞というか、はい、いや考えてるんでしょうか。昔は、ね、自分で曲を作ってたんですけど、はいはいはい、まあ、仕事が忙しくなってなかなか作れなくはなったんですけど、うん、去年地元の野菜のことを歌にしようと思って、はいはい、地元に昔からある綿打ちレンコンっていうレンコンの歌を、まあ、作れたことをきっかけに、はい、これを自分、ずっとやってきた音楽を通して野菜のことを歌で伝えていこうと思って今やってます。そして何か数年前に受賞されたっていうのはお聞きしたんですけど、はい、その辺ちょっと説明いただけますか。これは一昨年になるかな、一昨年の12月に、はい、環境省の主催しているグッドライフアワードっていう SDGs の、まあ、はい、プロジェクトですかね。各全国からの、ね、はい、企業からそのプロジェクト取り組みを、まあ、募集をしていて、うん、その中にうちが今取り組んでいることを東京にいる仲間の那須野さんっていう方が、はいはい、
那須ちゃんが、ぜひうちがやっていることがこの環境省で募集している取り組んでいるこのグッドライフアワードの取り組みそのものだから、うん、ぜひここで紹介してみていいかって言ってくれて、うん、あ自分たちはもうそういうことまとめてられないしもし那須ちゃんがそういうふうにまとめてもらえるんだったらぜひっていうふうにお伝えしたら那須ちゃんまとめてくれて、はい、したら本当にそのグッドライフアワードで優秀賞をいただくことができました。なるほど、はい、その内容ってはどんなことなんでしょう。いろんなことが含まれてるんですけど、はい、一番はこの長野で自然栽培農薬だとか、はい、化学肥料を使わずに野菜を育ててくれてる農家さんたちこの自然栽培の野菜を皆さんにお届けしますでこのお届けすることで、はい、その自然栽培でやられてる農家さんたちが食べていくことができるようになるし、うん、こういう農家さんたちが食べていくことができるようになれば、うん、さらに増えていくことで環境を守っていくことにつながる、うん、でフードロスもなくなっていくし、うん、でとにかく自分たちはこの自然栽培の農家さんたちを応援したい、うん、そのために家庭の皆さんでも一緒にこのことを知ってもらって応援してもらいたい、うん、畑の応援隊っていうのを実は作ってその応援隊になってもらうことでなんだそういう野菜を食べることで体も良くなっていくしで農薬や肥料を使わないことで環境も良くなっていくしで全てがこう蘇っていくっていう、まあ、簡単に言うとそういうプロジェクトなんですけどまずはこの、はい、農薬や化学肥料除草剤とかを使わずに、はい、地球も喜ぶ農法で作られた旬のお野菜、はい、レストランさんとかだとやっぱりどういう野菜この時にこういう野菜が欲しいレストランさんが欲しいお野菜になりますけど、うん、この応援隊は今畑で採れているもので今溢れちゃって例えば困っている野菜とかそういうものを家庭で積極的に食べてもらうことで、うん、農家さんのとにかく畑の都合に合わせて、うん、食べてもらうでそれを、まあ、毎週セットにして、LINE で畑の応援隊グループっていう LINE を作っていますんで、はいはい、そこに登録していただけると、うん、毎週畑の状況をですね、お伝えしながらそこから注文をいただいてで注文をいただくと兼松で受け取ってもらうこともできるし、うん、いくつかコンビニさんが窓口になってくれてるところも取り組みをしてるんですね。実はそうなんですよ。千曲市 と、長野市内と何か所か今、はいはい、コンビニさんが窓口になってくれていたり、うん、あとは個人のお宅でも窓口になってくださっているところがあって、うん、その拠点に配達をさせてもらうんでお近くの方はそこで受け取ってもらうと。このプロジェクトのもう一つに、はい、その畑でこう育って、まあ、自然栽培で育った野菜の中にはどうしてもこの形が悪かったり、はい、出荷にならないものもあったりするんですけど、うん、そういうものも同じ思いで、同じようにこう愛情をかけて育てられた野菜を畑にそのまま捨ててしまうんではなくてそれも全て同じ命なんでいただき切ろうっていうプロジェクトで兼松の加工部門が命をしっかりいただき切るっていう風に立ち上がって、そういうお野菜を冷凍のお惣菜にしてですね、うん、だからお惣菜にしちゃうんですね。そうですね、お惣菜とか日々店舗ではお弁当を、はいはい、うん、お弁当やお惣菜にして扱ってみるんですけどこれは今ちょうど取り始めた小株なんですけど、はいはい、この農園さん古場村自然農園さんは、はい、30年前になるのかな愛知県から愛丹で長野に来られて、うんうんうん、そこからもうずっと自然栽培されてきてる方です。長野農と食の会っていう活動を自分たちしてるんですけど、はいはい、自分の母とこの古場村自然農園さんの渡辺さん、うんうん、同じ共同代表でやられてる仲間の株です。はい、でこのキノコはキノコって木の子供って書いてキノコなんですけど、はいはい、そうなんですね。昔ながらのおがこから育てられたキノコです、はい、で風味もいいんで、はいはい、キノコが嫌いだっていう子供たちも結構このキノコで食べれるようになったっていう声を結構いただいてます。そして、はい、こちらはこれは今ちょうど青物が取れ始めていったんですが、はい、春菊チンゲン菜これは小川村の真心嫌いなキノコだってあります。うんと真心ふれあい農園さんの久保田さんが作ってくれてるお野菜で、はい、この真心ふれあい農園さんも長野農と食の会の同じ共同代表、はいしていただいてる方になります。そしてこれは地元松代のもうベテランさんアルガさんの桃太郎トマトちょうど初取り取れてきたんで今日おすすめで
で小松菜とサニーレタスがあって、はいはい、で今回一押しで、今回出させてもらったのがこの自根基熟トマトって言って、何が自根基熟なんか、中野市で自分の大学時代の先輩なんですけど、はい、あのトマトって結構継ぎ木って言って、うん、あの元になる唾液、例えばかぼちゃとかしっかりしたものにこのトマトの苗を移植して、うん、育てるのが主なんですけど、これはもうトマトの種から自分でずっと育ってきた 100% トマトので、育ったトマトです。そしてこちらはどうでしょうか。こちらはあの金松のこの野菜を、はい、あの使ってくださっている仲間の、会社さんって、はい、が作られている加工品だったり調味料を中心に、はい、あの揃えさせてもらってます。うん、主にはこの辺は妹の、優子店長が揃えて店頭で販売させてもらってるんですけど。なるほど、はい、いろんな食品を販売してるんですね。そうですね、とにかく食っていう部分で、うん、はい、原料の野菜だけでなくてそこからできる加工品含めてそれから調味料ですね、うん、食に関わるものを皆さんに安心してもらえるものっていうことで、はい、安心してもらえるものっていうのはどんな食品を目指してるんでしょうか。一番やっぱり皮が見えたり、はい、あのどういうふうに育てられたものなのかとか、そういうことをちゃんと伝えられるものだと思います。で自分たちはその中でもさらに体に負荷のかからないものっていうのかな、体に優しい、例えば野菜でも農薬や肥料を使わずに育てられたものを中心に扱っているし、でこういう加工品なんかもその化学調味料だったりとかなるべくそういうものを使われてないもので、今いろいろそのなんだデータとかも出てきてますけど、やっぱり農薬、まあ全ての農薬っていうわけではないですけど、農薬のある成分があの脳神経に影響を及ぼしているとか、あの腸に影響を及ぼしているっていうことがもういろいろ実験の中でもう分かってきていることなので、はい、自分たち野菜の金松のテーマが野菜で人生変えちゃおうっていうテーマなので、あの食を変えること、野菜を変えていくことで自分自身も人生変わりましたし、そういう体験をされている方たちが結構お店にも来て、はい、伝えてくれることもあるので、これからどんな風松さんにしていこうっていうような目標があるんでしょうか。まあ本当に自分たち兄弟で今やってるんですけど、はい、なるほどなるほど、まあ、兄弟みんなで自分たちも小さい子供がいるし、こういう子供たちが本当に安心してこの先この地域で暮らしていける、で楽しく明るく生きていける地域になっていくためにも、一番はやっぱ毎日欠かせないこの食から変えていくことだっていうふうに思っているので、そういうことをやっぱ広めていきたいし伝えていきたいし、そういう仲間を募っていきたいと思います。なるほどね、はい、金松クラブ、金松クラブですね、はい、ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。どうも。